ニューヨークで生活しながらワインの勉強してますベイビーソマリアこと純子です。こんにちは。今回はいろんな国のワインを紹介しながら美味しいおつまみを作っていきたいと思います。最後まで見てください。今日ご紹介するのはフランス南東部に位置するローヌ地方の南部の方のワインです。ローヌ地方でワイン作りが始まったのは古代ローマ時代です。ローヌ川は北から南に流れており、南北 200km、 東西 100km にも及ぶ流域の広大な山地には今もローマ時代の遺跡が残っています。また1309年にはアヴィニヨンにキリスト教の法王朝所在地とされたことでワイン作りが飛躍的に発展しました。日差しが強い一方、ローヌ渓谷から吹き抜ける冷たい風、ミストラルによって品質の良いブドウ栽培が可能になります。そして今日飲んでいくワインはドメインデ・ドゥショーン・セグレ2017年です。絵のように美しいセグレの村とモント・ベントゥーの間の孤立した谷にあるドメイン・ドゥ・ムショーン、1998年にマッキンレイ家によって作られました。ウォルター・マッキンレイはスコットランドで情報技術の事業を売却し、以前から興味のあったフランスのコーテ・ドゥ・ローン南部に小さなブドウ園を見つけます。この土地にはワイナリーも家もありませんでした。ウォルターはワイナリーの建設とブランドの確立という二重の課題に取り組みました。標高350メートルに位置する丘の中腹にあるブドウ園は主に粘土と石灰岩からなる土壌にルーツを持つ微気候に加えて、この土地に独特の品種のテロワールを与えています。ブドウ品種はグルナッシュ、シラー、カリニャンのブレンドです。その年の特定の特性に応じて選択されます。グルナッシュは明るくクックされたイチゴ、ラズベリー、またジューシーさとビロードのような口当たりをワインに与えます。シラーはワインに構造や長期熟成能力を与えます。そしてカリグナンは渋みと酸味、そして鮮やかなカラーをワインに提供します。ではワインテイストをしていきましょう。ワインを開けたらコルクを少し匂ってみます。ワインが悪くなくなってないかを確認します。悪くなってると濡れたカードボードのような匂いがする時があります。ワインの香りがグラスに充満できるように空間を空けてワインをついでいきます。白い紙をバッグに色を観察します。どんな色でしょうか？透明でしょうか？鮮度や色彩、また濃度などはどうでしょうか？私の感想は深いガーネットの色をしていると思います。透明だと思います。何を匂いますか？フルーツとか野菜とかミネラル、またオークなどの匂いはどうでしょうか？私の第一印象はチェリーです。またラズベリーとかブラックベリー、少しリコライスの匂いもしたり、スパイス、
クローブとかオールスパイスの匂いもします。舌は場所によっていろんな味覚を観察できるので、舌いっぱいで味わってみてください。第一印象は何でしょうか？フルーツ、野菜、酸味とか渋み、シュガーレベルはどうでしょうか？私の第一印象はアイロンです。少しフレッシュなグラファイトの味もしてます。柔らかい口当たりでベルベットのような気もします。でも活気もたくさんあってとてもエナジェリックなワインです。後味も長く引く感じです。今日のおつまみには肉まんを作っていきたいと思います。材料は以上です。フライパンにラード大さじ 1.5 杯入れます。たけのこ水に干し椎茸の刻んだものを入れて炒めていきます。今日は干し椎茸がなかったので漏れるキノコを少し足しました。ボウルに皮の部分になる材料を入れていきます。小麦粉、ドライイースト、そしてベーキングパウダー、砂糖にラードを入れましょう。そしてぬるま湯を少し足して、それから練っていきます。材料が適当に固まってきたら台に乗せて打ち粉をしながら練っていきます。数分練っていきます。その後ボウルに入れてラップをしながら生地が2倍ぐらいに膨らむまで置いてください。別のボウルで種を作っていきます。豚ひき肉に先ほど炒めたキノコと椎茸を入れていきます。タケノコと椎茸はラードで炒め冷やしているので固まってます。そこにお砂糖、そして甜麺醤、お醤油を入れていきます。胡椒を少々振って練っていきます。約2倍に膨らんだ皮の部分を棒状に伸ばして12トン分に切っていきましょう。一つ一つを木の棒で伸ばしていきましょう。中央の部分が少し厚くなるように周りを薄くこのようにして伸ばしていきます。できた皮は乾燥しないようにラップで覆います。最後にすりおろした生姜とみじん切りの白ネギを足して種を完成させます。では皮に種を包んでいきましょう。左の親指でこのように押さえながら、右手の親指と人差し指で皮をつまむようにして形を作っていきます。閉じ目がしっかり閉まっていることを確かめます。その肉まんたちをベンチタイムでラップをかけ10分ほど寝かします。小さく切ったクッキングシートを肉まんの下に引き、水蒸気の出ている蒸し器に入れて約15分ほど蒸します。豚まんです。
ただきます。豚まんはすっごくジューシーです。甜麺醤の甘さとこの軽さが何とも言えないですね。ワインはとてもアーシーで、肉まんとなぜかマッチしてます。懐かしい肉まん、タケノコの食感がすごくいいです。そして甜麺醤の甘さがソフトですごくまろやかで、ワインは酸味がいいですね。ミディアムボディ、ドライで少しブラディ、アイロンのせいですね。フルーツもありますけど、フレッシュなフルーツ、熟してないフルーツです。美味しいです。肉まんの椎茸の大地感がすごく嬉しいですね。だからこのワインと合ってるんでしょうか。今回皮の生地がうまく膨らまなかったのですが、食感はすごくいいです。軽い皮感、そして甘さがとってもソフトです。美味しいワインと合わせる肉まんって夕食になってしまうんですね。とっても嬉しい驚きでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。これからも面白いワインや食べ物のペアリングをしていきたいと思います。よかったら登録してまた見てください。